いや、こんばんは。元どうしてそうやって読みふけった感じになってる。いやいやいや、こんばんは、バンデル星人です。いやいやいや、違うでしょ。違いますか。あなたは京極夏彦さんじゃないですか。はい、はい、あなたはパルタン星人。私はルビー真由次郎です。何ですかそれは。ルビー真由次郎さんがお届けする東京ガベージコレクション、ね、はい、そうでございます。はいはい、今日はどうですか、はい、ムシムシ度は高いですか。わからないです。かなり蒸して、あなたわかんないんだよね。わかんないですね。いや、湿度計とかあるとわかりますよ。あなたはさ、だいたい四季ないでしょ、うん、夏と冬だけじゃないの。いや、春とか秋とか見た目が違うじゃないですか。春は桜が咲き、秋はもみじですよ。冬は雪が降り、夏は降り注ぐ太陽。例えばそのこう肌的なものはどうなのよ。肌出さないです。ん？露出しない。まあそうですけど、でも手とか出てんじゃないですか。部屋から出ないし。あた本当何を聞いていてもこうゼロをかけたような感じがするのは、はい、何なんでしょうね、はい、あたそういうのってさ、うん、遺伝なの。遺伝。あなたの家はみんなそんな感じでやってきたわけ。遺伝な、本当はあそんなんじゃない。例えば、はい、京極少年が子供の時にバーッと帰るじゃん、うん、お母さん今日何？お腹減った？何？食べられるものみたいな。お母さんでしたか。いや逆ですよそれ。え、どういうことですか。おかえり、お腹空いた。別に生まれた時に200歳だったよ。東京ガベッジコレクション。人生相談が来た。あ、本当ですか。何ですか。17歳の女性の方です。え、本当ですか。17歳。17歳の女性。あらら、学校のことで悩んでる。あ、いいっすね、はい、いいっすね、はい、毎日学校に行くのがとにかく辛いと。あらら、あら、なんだろう。友達と話していても、うん、まあ、早く帰りたい、早く帰りたいもん。早く帰りたいと。先生もね、薄っぺらい正義感を振りかざしていて嫌いだと。いいね。昔からこの教室という空間がどうも苦手であると。いいですね。お二人は学校は好きでしたかと。お、私とあなた、うん、ね、どうすれば学校に行くのが辛くなくなるでしょう。おい、はいはい、これ結構深刻ですよ。深刻ですね。教室、学校行くのが嫌いになっちゃったっていうのは多分ね、うん、学校に嫌いなことがあるんですよ。あなたにしてはまともなこと言いますね。多分、うん、何か、なんか肩すかされてびっくりしました。なんです。今あなたはちょっとドキッとしました。ドキしました。こんな普通のこと言うんだって。金八先生みたいになったんですね、うん、一瞬。学校はまあそうでしょうね、はい。はい。学校は僕はね、まあ好き半分嫌い半分でした。普通そうです。え？もうそうです。うん、僕もそう思います。うん、あのね、学校大好きっていう人はね、おかしいです。そうですよね。でもね、学校大嫌いっていうのもね、おかしいです。うん、人生なんてね、うん、大体ならせば普通です。違いますよ。彼女は聞きたいのは、うん、学校は好きか嫌いかでしょ。好き嫌いで言うなら、うん、好きでも嫌いでもない。好きなところもあるし嫌いなところもある。ほらね、でしょ。こういうこと聞いちゃうからね。そうじゃないですか。あなた、好きな日もあれば嫌いな日もあるんですよ。それ人間も変わるから。あ、まあね、ね、うん、今度僕虚言少年って本が出るんですよ、はい、その、はい、帯が今日帯かかってて、はい、帯の文句すごい難しいらしい。腰巻きって言うんですよ。昔は腰巻きって言ったって、それこの間僕があなたに教えましたよね。でね、帯のね、背のところの文句がね、はいはい、中から取ってるんですけど、はいはい、鳴らせば普通って書いてあるんです。なんだ、嫌な本ですね。で、もう自分で書いたんですけど、きっと、まあ、どっか中でどっかで書いてるんですよ。鳴らせば普通ってすごいいい言葉だなと思って。鳴らせば普通なんですよ、大体。あ、まあ、ね、ね、あのね、はい、確かにね、目先がこう、うわーっと暗くなっちゃって嫌だなと思ったら、はい、もう、坊主に行くけりゃ今朝までに行くけりゃね、はいはい、どんなことでも面白くないですよ。うん、そうでしょ、だって。うん、もう小西が嫌いだと思ったらこんなガベージなんか出たくねえやみたいな話になっちゃうじゃないですか。あいつね、うん、盗聴するんですでしょ、うん、あんまり、ね、しかもドッキリ仕掛けるでしょ。あんまりね、あいつはね、行方知れずでね、今出して思うとね、僕はね、平山さんが僕を騙したんだと思ってたんですけど、 あれは小西くんが平山さんを騙したんじゃないかな。そうなんですよ。あ、うち寿司屋だよって言ったんじゃないかと思うんだよね。そうなんです。でそんなこと考えちゃうとさ、なんかみんな嫌になっちゃうじゃないですか。はいはいはい、ね、はい、またドッキリあるんじゃないかと思って、はいはいはい、行きたくなくなるでしょ。はいはい、でもいいこともあるじゃないですか。うん、
いいこともあるでしょ。なんか面白いこともあるじゃないですか。なんかあの見てるやつがあくびして面白かったとかさ、面白いのあるんですよ。まあどっちが多いかってバランスの問題で、必ず全部ダメってことはない。まあね。なんか、こうちょっとさ、その嫌なことがあったらさ、戦えばいいんですよ。司会数とか。いや、それはいかんと思うな。僕は昔ね、僕のことを非常に憎んでいる男がいたんですよ、はいはい、中学の時に。で、そいつがある時、こうやってね、眠ってたんですよ、授業中。口を開けて、天井に向かって、つって寝てたんですよ。で、僕はその口の中に20円入れました。そういう戦い方ね。飲んでました。あっ、あっ、あっつって飲んでました。そういう戦い方ね。あっ、うわーとか言って、うん、何すんだよって言ったから、20円やったんだよって言ったら、えって言ってました。そういう戦い方ね。面と向かって戦うと、喧嘩になっちゃったりするじゃないですか。ない、そうです。ね、戦い喧嘩良くないじゃない。良くない。そういう場合もう一つの方法があるんです。はいはい。嫌な人の、例えばまあ小学校とかね、中学校とかでは縦笛とかあるんですよ。縦笛。リコーダーね。リコーダー。あれの吸い口をケツにグッと入れるんですよ。で置いとくんです。で、そうするとね、面白いことにちょっといい感じで入ると。音楽の授業中に変な顔してるんですよ、みんなが首をね、何度もかしげながらね、それも犯罪じゃないのか、吹いてるんですよ、吹きが弱いんですよ、本人あまりいかにもね、吹きたくないんですね、あれでも、吹かないと怒られるくらい一生懸命吹いてんだけど3回ぐらい落としますなんまあね、あのなんかおかしい、それですごい匂いがする、それでウサが腫れるぐらいだったら幸せかもしれないけどな、ね、いや確かその程度でウサが腫れる人は学校楽しんでますよ。そうですか、もっと深刻なんでしょうか。だって嫌なんだもん、だってまあね、ね、でもね、僕昔からねそういうとこあるんですけど、はい、嫌いな人と仲良くするんですよそう、どうやってするんですか。だって嫌いは嫌いじゃないですか。あの好き嫌いってさ、なくした方がいいでしょ。うん、まあね。ね、好き嫌いない方が美味しいものが多いじゃないですか、食べるものだって。美味しいものがのバリエーションが多い方がたくさん食べられますよね。でもあなたさ、炭みたいな肉食ったりしてますね。いや、多分食材、高い食材とか高級料理とかもちろん美味しいですけど、ジャンキーなもの食べないって言ったらその幅狭くなるじゃないですか。ジャンキーなものもうまいとなると、まずいものにはまずいものなりの食い方ってのあるんですよ。ね、どんなもんでもね、食い方っつうのあって、業にいれば業に従いですよ。ね、ニューギニアで虫食ってる人たちは虫がうまいと思って食ってるわけだから。そうなのかしら。食文化なんてのはね、味覚ってのは獲得形質ですから、生まれながらに持ってるもんじゃないんです。長く食ってるもんをうまく感じるもんなんですよ。だから慣れ親しむとだんだんうまさが分かってくるもんなんです。人間関係も同じです。あ、そうなの？はい。本も映画も一緒です。で、何それ嫌いだって人もこいつ嫌なやつだなぁと思ったら付き合います。僕は本当ですか。俺は嫌ですね、変なやついるじゃないですか。でね、変なやついますよ。いますよ。でもそういうやつと積極的にこう交流するようにするとですね、それより下のやつは全然平気になるわけですよ。そうですか。嫌なやつと味方つけた方がいいんですよ。東京ガベッジコレクション、あのね、なんか、まあ、教室がまず苦手だ。ちょっとね。だから多分、彼女はやっぱりね、教室嫌いなんですよ。そう言って言ってます。なんでサッカーそう普通のことしか言わない。だったらさ、教室行かなきゃいいじゃない。だからそれは行かないと学校行かないことになっちゃうから。あのね、一つね、僕もだから嫌な、いやですよ。学校そこ好きではなかったですよ。もうまあ嫌いってわけでもなかったけど、教室の一員だと思わないっていう手があるんだよね。おー、用務員さんとかね。いやいや、だからその、教室の構成員ではなくて、どういうことかな、傍観者になった。ああ、ロッカーみたいな。だから、まあ自分がみんなの仲間だと思えないんであれば、みんなを観察してみるといいんですよ。で、大体ね、普通の人でもね、
よく見てるとね、結構バカです。そうです。本当そうです。で、はい、意外と笑えるんです。右足の先が痒くあったので、うん、左足で踏んで覚悟として倒れたやつでしょ、はい、だからそういうことってどんな人でもそういうことやられたらおかしいじゃないですか、はい、踊り場だったんで階段から落ちていきました、ね、例えばものすごく自分に対して辛いことを仕向けてくる、はいはいはい、友達がいたとして、はいはい、まあそいつと直接こう話したりするのは嫌だ、ね、はい、であとだからといってリコーダーケツに入れたりするようなことは無意味だからしたくないという時も、うん、すごい首かしげますよずっとねずっと観察してるとね、そいつがもしニキビの芯食ってたらあーって思うじゃないですか。思いますよね。それってギャグでしょ。もうそうですよ、ね、自分に対してものすごいこう障害になってるようなやつがさ、ギャグになっちゃうじゃん。ずっと怖いですよ、うん、そういうその何ことでね、うん、なんかこう辛さを相対化してしまうってのあるんですね。こう、まあ、話も普通なんだからさ、先生メインパーソナリティ平山夢明、レギュラーゲスト京極夏彦が送るラジオプログラム東京ガベージコレクション配信もしております。ダウンロードは www.tfm.co.jp/tgc。教科書の英語じゃ物足りない、ペコイチ先生がミルキーボイスでぶっ飛ばす、すごいね、闇の英会話の時間がやってまいりました。もっともっとよもっと、今日も生徒は変なやつ一人先生はペコイチ先生です。はい、よろしくお願いします。今日はですね、会話と言いながら会話ではなく記す方ですね。そうなんです、書く方、略術、略して述べると書きますが、これは最近ツイッターなどね、はい、あの短めの文章で相手に意思を伝えるというのが多いわけですが、うん、はい、そんな中で、使われているまあスラングではないわけですよ。あの言葉として発音しないから、通じる短い表記の仕方、表記の仕方、うん、はい、ツイッターやチャットとか、なるほど、メールとかでよく見かけるわけですね。よく見かける。日本人は使わないですもんね、やっぱりね、はい、いくつか挙げていただきました、はい、例えば、はい、OMG と書いて Oh my god と略だったりします、はい、あー Oh my god ね、結構僕寝言で出ちゃうんですよ、こういうの。OMG、はい、OMG OMG みたいな。 あと KNS とか、弁護士先生これあれですよね、はい、口で言わないよね。言わないです ね、書くでしょ。 OMG って書いたら、はい、それを見てみんな Oh my god って思うってことでしょ、うん、という、はい、OMG って言うらしい、BMW とか言います。まあでもみんなそれはそうなんだけど、あ、まあ、言うかもしれない、うん、はい、あとあの日本語でよくあるカッコ笑い、カッコ笑い、カッコ閉じ、うん、はい、そう、それを LOL って書いて LOL、 なぜかっていうと Laughing out loud、 大声で笑うみたいな意味なんですけど、 LOL って書いて、 LOL と書けばカッコ笑いと、はい、LOL ですね。 LOL じゃないですよ、間違えました、うん、で、あとよくあるのがここ WTF、 WTF はなんやねんっていう意味。ツッコミ？はい。WTF？ はい。What the fuck ですね。What the fuck？ はあ。なんだよこれ。なんだこれ。だこいつみたいな。もうよくこういうことありますね。What the fuck？ 僕はもう本当にこの間もそうでした。はい、でまあだからこういう街中でね、はい、こういう人に会ったと。いう時に、うん、と思うじゃないですか。はい、まあ大体こう OMG か、はい、WTF なんだけど。もっと、と思った時は、そうです、新しい言葉です。ね、はい、DIAS。何だと思いますか ?DIAF、うん。はい。何かの略なんですよ。英語ですよ。何かの略なんですよ。英語ね。うん、英語のね。映画じゃない。DIAF、うん。DIAS。ダスキン、今井店。めっちゃ日本語。オートファンクション。わかんねえ。オートファンクションって何ですか、難しい方が。それはまあ、自動装置みたいな。あれ。これはじゃあ、DIAF って書いてあると、ダスキン今井店オートファンクション。そうです、そうです、そうです。そうではないですね。そうではないです。ですこれは、
Die in the fire の略語です。死ね死ね。どうして君たちおかしいな。死ね死ね。いやいや、そう、俺を見なくていいんだよ。死ね死ね。いやいや、そう、こっちを見なくて、ガン見しなくていいんだ。あ、そうっすか、うん、これもよく、うん、アメリカのお墓行くと棺の中から聞こえる言葉です。棺の中から聞こえないでしょ。ダスキーいまいてアートファクションよく聞こえますね。空耳かなと思う時もありますけどね。そうですよ。で、まあ、そうやってね、オーマイガッとか、なんやねん、すごい、シュレーとか言った人のですね、はい、こう、あっ、もしも、あっっていう時があるんですよ。うん、その時は、こう、これですね。うん、XYZ。これ何だと思いますか？これね、犬の顔とかこういうので描いたことあります、僕。あの、女の人の裸とかのラグビー。これは WXY じゃないですか。XYZ だから。あ、そうか、Z。ね、あなたそれしかないでしょ。WXY だと思ってましたよ。まあまあ、そうですね。しかもその女性の裸を表すような感じで、それを赤塚さんの漫画でありましたね。そういう顔の犬いますね。犬が、赤塚さんの漫画でそういう顔の犬が出てきましたね。はいはい、天才バカボンのね、後半の方ですよ。すごいですね。ね、そんなことを言ってるわけじゃないです。ね、XYZ。XYZ です。はい、XYZ。何だと思いますか？臭いはジジイみたいなことです。臭いはジジイみたいな。だから何でしょうか、XYZ。ワックス塗ってね。ワックス塗ってね。つる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 。X とワックスの語感が似てると。で、最後 Z と Z というところで GG なんです。ワックス GG。ワックス GG。ワックス GG。これは違うんですよ。そうです。これは、Examine your zippers。Examine your zippers。はい。お前のジッパーズの。ジッパーを。期末試験だぜ、みたいな。あ、Examine は調べるっていう。あ、そういうことです。はい。お前の社会の窓をチェケラウツみたいな。そう、あ、でもそういうことですね。マッパ開いてるぞと。開いてるぞと。お前マッパじゃねえかよ。100円ちょうだいになってるぞ。マッパじゃない。マッパだったら開いてないよ。マッパじゃ、マッパならジッパーないですよ。マッパでジッパーだけ実は面白いですよ。マッパでジッパーで100円ちょうだいだったら大変なことだよ、これ。それは、マッパでジッパーってそこだけジッパーなんだ。開けたら何が出るか。そうか、100円ちょうだいの周りにジッパーでしょ。要は背のバイトみたいになってるわけですよ。肉にこう。そうじゃないんです。中の人ね。あの、うちの、ね、大先生が。あ、大先生よく。大先生はよく XYZ です。になってる。はい。まあ、いいじいさんですしね、あの人もね。いや、でもそこからこう、なんかこう、出てますか？優雅党のように引きつけるものを出してるらしいですよ。本当ですか。はい。本当ですか。ほやーって。あらららららら。え、ほやみたいな。ほやーって出てるみたいですよ。本当ですか。というわけでですね、今日は、発音するとか言うんじゃなくて、ツイッターや、あるいは、チャットなどでね、はい、使える書くときに、もう一個ありますよ。KNS っつうのあるんですよ。何ですか？神のみぞ知るですよ。また来週。はじめないなら笑ってやることですよ。本当ですか？うん。メインパーソナリティ平山夢明、レギュラーゲスト京極夏彦が送るラジオプログラム東京ガベッシュコレクション。サッカーとかありませんでした？競技ありましたよ。あったでしょ、うん、教室で、うん、すごい俺のことをバカにするやつがいたんですよ。平山ってダセーよなみたいな、あいつなんかよ学校に来る意味ねえよとか言ってるやついたんですよ、うん、あのリコーダーのことは別ですよ。まだいるんだって。いたんですよ、うん。で、そいつね、サッカーがものすごくうまいんで、うん、なんかね、もう得意顔なんですよ。サッカーの授業になると。こいつをなんとかしてやんないといけないと思って、サッカーでこう、PK ってあって、こう、なんか、ボールを6つぐらい並べて、端っこから蹴っていって、で、こう何、キーパーが止めるみたいな練習があったんで、その中の1個、うん、サッカーのボールの一個を、僕はですね、あの、水で膨らましてたんですよ。重かったのね。そうしたら、端っこから蹴ってって、水のサッカーボールを、ドーンって蹴った時に、なぬーっつったんですよね。多分、すごい疑問だったんだと思うんですよ。普通は蹴れるものが、なぬーって言って、あの、本当にね、
ピンコ立ちになったんですよ、つま先が。まあ。あれは良かった。そういう、この人みたいに、何があってもそうやって、わけわからない仕返ししちゃう人はさ、どんなひどい目にあったって平気だよね。いやいや、普通の人間はそういうことできないですよ。そうですか。できます。でもちょっと、だからそれも観察と一緒ですよ。だからね、結局そういうことですよ。世の中って大体面白いんですよ。え？大体面白いんですよ。大体面白い。うん、見てるやね。てめえが当事者になるから辛くなる。あなただって本読んでるうちは楽しいじゃないですか。面白いでしょ。面白いよ、小説上楽しいでしょ。まあね。書くと辛いでしょ。辛いね。ほら。ほんと辛いですよ。ほんとそうなんです。ほんとね、締め切りってこんなに恐ろしいもん。恐ろしいでしょ。恐ろしいんですよ。みんなそれ知っててみんななるんですよ。ほんとね、寝れな、寝かしくんないんですよ。当たり前です。そうなんです。えやっと分かったんですか。なんだろうって。そんなもんでしょ。怖いでしょ。舞台に上がってるやつは舞台見れないでしょ。でもだから大変なんですよ。いやです ね、 ね。当事者になると大変なんです。いや、本当です。まあ、当事者にならなければ意外と大体面白いです。今まで僕も締め切りには客観的でしたよ。あなたはね。この間当事者にさせられて、えらい目に遭いました。うん。いや、まあ、学校の当事者にならないっていう手もあるな。うん。あなただってそういうことですよ、今まで。だからさ、うん、生徒だったらさ、背広とか着てて先生みたいにしてたんじゃない？なんだねなんつってさ。だね、多分ね、それって、サッカーボールに水入れるとか、なんでよ。ニコーダー血に突っ込むとかっていうのと同じ発想なんだよね、この人ね。なんでよ、なんでよ。まあ、それはできれば面白いかもしれない、ね。女の人でしょだったらちょっとこう、女教師メガネみたいなのつけちゃう。女教師メガネっていうのはどういうんですか。おザーマスみたいな。そんな教師今いないんじゃないですか。いない？あなたね、いろいろ、いろいろ話してると思うんですけど、意外とそのあたりの感覚古いっすよね。の、本ですか ?70 年、70年代後半。いや、ザーマスメガネじゃないですか。ザーマスメガネっていう言葉自体もう今、ないだろ。え、ない大体、普通、この間メガネ一枚ないですか。チャンネーとか書いてあるんじゃん。チャンネー。娘にチャンネー。チャンネーって書いてある。チャンネーってさ、あなた以外で言ってる人聞いたことないよ。え、そうかな、うん、チャンネって言わないですか。昔は聞きました。そうでしょ。20年以上前。平山さんって意外と古いな。いや、かえって新しいのかなって。あ、温故知新。みんなが、あ、これわざとやってるのかなってみんな思ってるんですよ、読者は。本当はわざと。でも毎週のように会ってる僕にしてみるとですね、これ素だなぁ。狙ってねえなぁ思ってんですけど、どんなことですか。いやいやいや、まあそういうことで、はい、教室へ行った時にぜひね、ザーマスメガネを頑張ってもらいたいもんですね。まあね、楽しくなるよ。そうよ、うん、楽しめばね、はい、困った時、辛い時には思い出そう、平山夢明のザーマスメガネ。